はい、皆さんこんにちは、内山でございます。今日はですね、計画新計画活用のメリットということで、お話をしていきます。で、計画新計画の制度があるということを、まあ、以前、前回ですねお話ししまして、で、メリット、美味しいものがあるのかどうかということで知らなければですね、そもそもこんなね制度活用しようとも思わないわけで、で、今日はですね、どんな、まあ、有利なことがあるかというお話をしていきます。で、レジュメの方4ページ開いていただきたいと思います。で、こちら上の方にですね、まあ、支援措置の概要ということで表にまとめてあります。まあ、大体こんなものがあるかなということでですね、見ていただければと思います。保証融資、税の優遇措置、それから助成金、補助金の支援措置で、その他ということでいろいろ書かれております。で、具体的に見ていきますと、2番目、融資保証税の優遇措置括弧1、政府系金融機関等による低金利融資制度、まあ、これはですね、通常と比べて 1% 前後安くなると低くなるということで、まあ、有用な、ね、制度ということでご紹介しております。で、一番大きいのは括弧2番目、信用保証の特例ということで、信用保証協会が債務保証する額、これをですね、通常よりも多く設定することができる制度で、まあ、早話ですね、保証協会の枠が倍になるということです。まあ、レジュメの例もですね、載ってますけれども、通常枠プラス別枠という形で、2倍になるということです。まあ、信用保証協会もご案内の通りですね、お金を借りるときに、まあ、信用保証協会をつけると、まあ、丸ほって言われてますけども、まあ、仮に、万が一ですね、お金を返せなくなった場合、金融機関から見ればですね、保証協会から、その借り入れ額の 80% ですね、もらえて大弁済って言いますけども、で、それでチャラになるかというとそうではなくてですね、保険会社みたいな感じじゃなくて、信用保証協会の方からですね、請求が来るという形でですね、まあ、メリットあるのかないのかよく分かんないですけども、まあ、銀行からすればですね、メリットがある程度で、まあ、借りる側から見ればですね、保証協会をつければ、まあ、借りやすくなるというメリットもあるかなと思いますけども、まあ、こういったね、信用保証協会の枠が倍になると、これが、まあ、非常に大きなメリットかなと思います。それからあと5ページめくっていただいてですね、行動化融資制度とか、まあ、いろいろ書かれています。税の優遇特例措置、まあ、これはですね、まあ、黒字でね、税金を払ってないとなかなか、使えないもんですから、まあ、頑張って、黒字にしてですね、まあ、こういった優遇措置使えばいいかなと思います。あと補助金、助成金の支援措置ということで、まあ、承認によってですね、獲得しやすくなる補助金、助成金ということでご紹介があります。で、括弧に、計画新関連の助成金、補助金、助成金の例ということで表にまとめてありますのでですね、ご興味の方はですね、まあ、こういったものをご覧、調べていただければと思います。で、その他ということで、まあ、レジュメの方に載ってますのでご一読ください。あとですね、メリットということなんですけども、このブログのですね、下の方に、静岡県の、まあ、申請用紙が載っております。で、そのですね、別表7で、まあ、見ていただければと思うんですけども、この承認された場合、記載内容、ホームページや事例集等によってですね、公表してよろしいでしょうかというアンケートになっております。で、これをですね、公表することによって、まあ、まあ、宣伝といいますかね、になりますし、マスメディアのですね、目にも留まりやすくて取材を受けたりなんかしてですね、その後の展開しやすくなるかなっていうメリットも、まあ、あろうかなと思いますのでね、ぜひ、計画のですね、承認申請、ご一行する価値もあるかなと思います。ご清聴ありがとうございます。